おい。おい、起きろ。そこの小さいの。ねえ。ねえ、起きてよ。<laughs> やっとお目目ばっちりだね。<laughs> こんにちは。ほら、妖精さんもちゃんと挨拶して。おいおい、もう昼過ぎだぜ。 寝坊は教育上よろしくないな。いけない哺乳類め。こら、もうダメだよ。そんなこと言っちゃう。今日からこのワンちゃんは私たちの友達になるんだから、仲良くしないとね。さてと、お腹空いてるでしょじゃあ私がとっておきの美味しいものを用意してあげるからね。 ちょっと待ってて。んどうした不思議そうな顔しちゃって、なんか変なものでも見てるのかなもしかして、あなた、エスパー私 しっけーな。私はどこからどう見ても妖精に愛された可愛い美少女ですよ。そうだよね、妖精さん。あ、あ、あ、ああ、ああ、そう、そうだぞ。人間の部類だとギリ可愛いに入る。えー、よく見かけるレベルの美少女だ。 もう、私、傷ついちゃうよ。いい加減、妖精さんも、口悪いところ、直してよね。せっかく、可愛い可愛いい、私たちのワンちゃんが、ビビっちゃうよ。ねえ、そうだよね。 黙って、どっかに行っちゃうなんて、なんてしつけのなってないワンちゃんだの。ほらほら、噛もうとしないの。落ち着いて、落ち着かないと。私も、ワンちゃんの可愛いお耳、噛んじゃおっかなー。びくっとした。 ワンちゃんかわいい。ワンちゃんでも耳元で囁かれるとびっくりするんだね。だから私の頭は狂ってないよ。変人じゃないよ。ああ、うん、そうだよ。ワンちゃんの声はっきり聞こえるよ。生まれた時からずっと 私には人間さん以外の声が聞こえてるの。不思議なことなんて何にもないよ。だって世の中同じ命の生き物なんて一つもないんだよ。みんな違う命だし、違う特徴を持っている。だから世の中どんな人がいたって、 おかしくないんだよ。もちろん似たような特徴を持っている人はたくさんいるかもだけど、妖精さんやワンちゃんと話すことができるのは、この地球上を探しても私しかいないと思うんだ。え、え、 うんまだ変な顔して、私を見つめてる。本当なんだもん。どうしても、その顔をやめないって言うなら、ご飯、あげてやんないかんね。腹減ってんでしょ腹減ってんでしょでしょでしょへへ。<laughs> <laughs> ほら、嫌がったって、隠したって、体は正直だよね。 お腹の音とよだれはきちんと答えてるもの。待っててね。すぐに用意するから。はい。お待たせ。じゃーん私特製魔法の料理 の本屋さんで見たワンチャン用の犬飯あ、おやしんでるの大丈夫大丈夫ちゃんと本通りに作ったし、体に悪いものは入れてないはずだからさ、たーんと、めしあがれ。どう 意外といけるでしょえへへ、<laughs> よかったー。そんなに急いで食べてくれるなんて、相当美味しいのかなどれどれ、私も味見しちゃおうっと。 <laughs> こんなの人間の食べるもんじゃねえやっぱり犬の舌は土地狂ってるぜずっこ、からそ、そんなことないんだよこの妖精さんはすぐ心にもないことを言っちゃうんだから <laughs> ちょっと べつのものくちにいれようとなつといえばこれこれやっぱサイダーだよね10秒クッキングそれでは。 今日はどのように作っていくんでしょうかまず、キンキンに冷えた、透明なグラスに、キンキンに冷えた、冷凍庫の氷をぶち込みます。はい、余裕があれば天然氷とかを火を運んで、採取するのもいいですね ビッケルを忘れないように。そして、お待ちかね、そこら辺の自販機で買った某有名メーカーのサイダーを溢れんばかりにつぎ込みああ、なんということでしょう。透明なグラスに透明な氷。 透明なサイダー。まさにクリアの三種のジンゲーじゃっちゃーん夏場にめっちゃ美味しそうに見えるサイダーか だからのオファーも殺到ですね。ちなみに私は夏はカルピザ派です。ふぅ、さてと、でも、ということは、やっぱりワンちゃん、相当お腹空いてたんだね。だって、私が見つけた時は、眠っていたというか、もうぐったりしてたんだもん。 あと少し遅かったら、今頃私たちに出会えてなかったかもだよ。<laughs> 私とワンちゃんを飼うことを許可してくれた行政さんに感謝するんだね。シャレは出世払いだ。タレント犬になってテレビ CM でコビ売りまくれ もう少し黙っててよ。だけどもう大丈夫。これからは私がしっかり大切に育てるからね。誰かを待ってるの帰らなきゃいけない 嘘だよ。だって、橋の下で飼われてるワンちゃんなんて聞いたことないよ。まるで子供が親に内緒で飼っているワンちゃんだよ。だとしても、そんなご主人様はひどすぎるんじゃないしかも、何日もワンちゃんを放置して帰ってこないなんて、人間として最低。あ はああ急に怒らないでよ。ご、ごめん。そっか。悪い人じゃなかったんだ。いい人なんだね。え悪いっちゃ悪いのなんなのそれ。どういう意味 私が今どうなっているかも私知らないもん。でも、ということは、ワンちゃんは飼われてたってことにはならないんじゃないかな。首輪とかもないし、理由はわからないけど、何も言わないままずっと帰ってこないってこ ってのも、もしかして、その人もワンちゃんが誰かに変われることを望んでたんじゃないかな。だからワンちゃんを縛ったりせずに黙って消えちゃったとか。つぼしって表情だね。ううん、私は全然。想像で言ってみただけだよ。 ただ、私だったら、どうするのかって考えてみただけ。ワンちゃんと一緒にいて、毎日が楽しいかもしれないけど、本当はもっと、友達であるワンちゃんには、普通の幸せを味わってほしいもん。楽しいことと、幸せなことは同じじゃない。どんなに楽しくても、 自分の心の中で罪悪感が残るなら、それは幸せなこととはちょっと違うから。寂しくはなるけど、大切な友達がどこかで幸せでいてくれるなら、私はそっちの方がいいもん。あこれも想像で言っただけだから、結局その人がどう思っているかは、 本当、私は分からないんだよ。もしかしたら、今すぐにでも、ワンちゃんのことを迎えに来てくれるのかもしれないし、どこかで探しているのかもしれないしね。だとしたら、ワンちゃん、元の場所に帰らないといけないね。 おいおい、ちょっと待てよ。せっかく飯食わせてやったのに、もうおさらばかよ。無線飲食も大概にしろおい、変なこと言うなよ、このおしゃべりくそやつ誤解しないでよね。 私全くそんなこと思ってないから。あ <laughs>、ふっ。んこの妖精さん違うよ人形じゃないよ本当の妖精さんだよ。姿は人形だけど、この世界だと体が具現化できないから、仕方なく人形の姿を借りているの。声 ああ、私の声じゃないよ。いや、私の声なんだけど、妖精語人形だと出せないから、私の口を勝手に使っておしゃべりしてくるの。こっちが悪くていつもウェイクアッしちゃってるんだけど、仕方ないよね。だって、妖精やもん。 ほら、こうやって。え私に友達いないだろうって <laughs> このルールにはな、いくらそれが惑うことなき、神様、エンマ様も、大納得の真実でも、言っていいことと悪いことがあんだぞーら 話をするとみんな私のことを気持ち悪いって攻撃してくるのそれがたまにちょっと快感になっちゃったりしてちょっとうフフって感じなんだけどパパとママは優しいから私のこと 誰にも見つからないし、攻撃もしてこないからって、私にここにいるように教えてくれたんだ。パパとママはお仕事が忙しいから、なかなか一緒にいられないんだって。一人で寂しくないかって <laughs> 平気だよ。一人で住んでても。 だって、パパとママは、忙しくても、たまにこの別荘で一緒に遊んでくれるもん。それに、妖精さんもいるから、一人じゃないよ。でも、一人は寂しくないけど、一人ぼっちは嫌だよね。 だから私、妖精さんに教えてもらって、誰か新しいお友達いないかなーって、内緒で外に出たんだ。そしたら、ワンちゃんを見つけたの。うんうん。私は君がいいの。他のワンちゃんじゃ、やだ。そりゃー。 君の代わりの役はいくらでもいるかもしれないけど、君の存在、命の代わりはどこにもないから。一目見て運命だって感じたの。他のワンちゃんじゃ感じられない運命だから。私は君じゃないとダメなの。だから、せっかくお友達になりたいって思ってたのに。 こんな口が悪い妖精さん以外にも欲しいって思ってたのに。おい、ほら口に気をつけろ。上口と下口縫い合わすぞ。でも、そうだよね。ワンちゃんの人生だもん。私が決めていいことじゃないもんね。帰り道はわかる 道なりに進めば人通りの多い場所に出るし、ワンちゃんがいた橋もそこまで遠くないよ。うん。それじゃあ、短い時間だったけど、ありがとう。元気でね。ごめん。やっぱり、お別れする前に、ぎゅーっと。 抱きめたくてめて迷惑かな <laughs> ありがとう分かってたのに抱きしめちゃうと離れたくなくなるって私分かってたのにどうしても我慢できなくてねもしよかったら。 私のわがまま、聞いてほしいな私を少しでも助けてくれるって言うなら私の幸せのお手伝いをしてくれるって言うなら私と。 友達になってください。